あーもう最悪だかも、喉に引っかかるこの感じマジで消えてほしい、うん、さあ2回戦 B ブロック全員50なので違反ございません。ここむずいよなさあトゥファンあーしかしユーリさんに突っ込んでいきましたね。そしてこれはうまいうまい押してもらう作戦ですかね。しっかり決まっております。さあしかしこれ一回切られてしまう、もう切られる前提のコースですかね、もはやさあこれも切られてしまう。これはさすがに追いつけないか。おー、切っていくが、届かない。間に合うかどうか。あー、打てなかった。あなかなか難しいです、これは。大丈夫かな、バグってないかな。大丈夫そう。タラタラ喉が痛い。ねえ、今回はね、大荒れだね。さあトンネルボールの構えです。おー2人剥がしていきましたが出ることができず、これは中地サブが大損ですねさあ 2-2 かな、 2-2 ですね。そうなの。さあ右からも左からも来てますが、さあゆりさんがこれ切られてしまった。さあどう出るか、くっついて切られて、おお。さあゆりさんが4点です やば。じゃあ他19人みんなあれなのね。すごいね。そんなに集まってるんだ。さあ、事故っております。長瀬さんはどう出るか。おっとおっとさあ、何をして笑うのか。さあ、左では、もう。もうこれは間に合わないか。552になってしまいます。ね、まだわかりませんね。サモンが負け残りマッチ行きになってしまいましたが、これ場合によっては中下の負け残りのマッチ行きになってしまうかもしれません。保険の窓口。さあユニさんのボールを蹴散らしていくが、これは間に合うか間に合うか、間に合わない、切られちゃったさあ2点で終了してしまったぞ。こんばんは決着。さあ3回戦進出、ユーニーさん、ケンボさんです。最初に事故りました自白してらっしゃるというわけで中下さんが2点で敗北ということで、これは負けマッチ行きの